よもぎ田城は、青森県東津軽郡よもぎ田村大旗、ヨモギタ旗市おこしにあった、日本の城。中世の豪族、よもぎ田市等が寄った城間で、大きく、大館と小館に分けられる。1、大館、2、小館大館は、よもぎ田側の北、10万平方メートルの広大な面積を有している。東西600メートル、南北300メートル。水に囲まれ、 周囲より一段高い杉子立に覆われた場所である。八幡宮、弁天堂が残っている。北と南東に堀が残り、北側の堀は長さ約300メートル、幅15メートル、深さ3メートル、南東側の堀は長さ50メートル、幅2メートル、深さ50センチメートルほどである。立ち周辺は縄文時代から弥生時代、平安時代、 中世にかけての遺跡でもあり、現在も縄文土器や弾器が出土し、1972年の遺跡範囲確認調査や、1975年の金沢大学、早稲田大学による発掘調査の際も当時期が出土している。小立遺跡は、大立の南約1キロメートルのよもぎ田村大旗、阿弥陀川市を日に位置し、 東西150メートル、南北150メートル、周囲を水田に囲まれ、飛行2から3メートルほどの場所にあり、中央の幅5メートル、深さ3メートルほどの堀により、東西に分けられている。この堀は、北の阿弥陀川の水を引いている。小立も、縄文時代、平安時代、中世の遺跡で、薩門器が発見され、1971年72年の、 早稲田大学文学部考古学研究室の発掘調査により竹穴住居跡や井戸が発見された。追記当初は小てのみであったのが南北朝時代から室町時代に大建てが築城され、そちらに移ったと思われる。家庭4年に安藤正規の弟の塩方通天が築城したとされる。安藤氏を南部氏が駆逐すると奥瀬氏が入城し、 奥瀬健介などの名が伝わっている。奥瀬氏が退去すると、文明年間に、平の正門より八代目の相馬乗り政が入場し、よもぎた越前と名乗った。その後、油川城などとともに、大浦亀信に対抗していたようである。一等市に、天正七年津軽三軍を大型大浦亀信の手に、属しけれども、外ヶ浜筋平均未だならず、油川、高田、 荒川、よもぎ田、横内の者ども飯に大勢ざりしかば、油川を強ち猿べしとて、天正十三年三月彼の表へ手遣い、ありうんぬんとの傷つから、油川城落城と同時、または、その後、よもぎ田城も、大浦市の支配下に入り、よもぎ田市は南部に逃れたようである。これにより、廃城となった。ありがとうございます。